かぼちゃの種取りについてねお話ししたいなって思います。でね、このかぼちゃね、うまくね熟せて、わかるかな、わかるね、オレンジね、これこの色になるとすごい完熟した色らしくて、まあ、中の実の色がね出てくるらしいのね、こうやってね、だから緑とオレンジと、ここまでいくと完熟だって俺は聞いたのね。ほら、まあ、こっちちょっとあれだね、ちょっと薄いけどもね、こっちなんかもう熟してて、多分このまま置いとくと腐っちゃうんで、さっさと、さばいて種を取ってね、いきたいと思います。でちょっとかぼちゃの種取りはね、なんていうんだろう、普通の種取りと違っててさ、まあこれから説明するけれども、普通の他の種と同じようにやってれば発芽率がすごく下がるんで、今日はそのポイントについてもお話ししますね。このかぼちゃ完熟なんで、まあこの色も覚えておいてください。この色にね持っていくためには、なんか結構温度差が必要らしくて、あったかくして寒くしてっていうので、そういう風にやってる農家さんもいるって話は聞いたけども、俺はあまりうまくできなくてカビらしたりするからやんなかったんだけども、今回たまたま置いといたらこうなったんだよ。でね、これをさばいて、種取りしていきます。ポイントも一つとても重要なポイントがあるんで、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。で何よりもね、まずはかぼちゃをねさばいていかなきゃいけない。包丁だとね、包丁が傷む場合があるんで、やっぱ硬いからね、特に自然農法、無肥料とか無農薬になってくると、大きくならない、ね、俺の手と比べても分かるけど、まあ俺手でかいけどもさ、けども分かると思うけども小さいです。今スマホ入れてきたから分からないけど、マッチ箱あった、マッチ箱と比べればこのくらいの大きさね。だからちっちゃくなる分、細胞がちっちゃいんで硬くなります。自然農法のかぼちゃとか俺の経験上ね、だから包丁は使わないで、こういうナタ、このナタはねバイト先の、何でも屋さんのゴミから出てきたやつ、それをねすごくいいから買えば、これ1万どころでないだろうね、するようなね特注のやつだと思うんだけど、この絵とかもすごくてさ、ギラギラってね、まあ、山で山瀬通り使うからもらってきたんだけどもね、こういうので やることをお勧めします。出刃包丁とかね、使えばいいのかな、家では、まあ、なければ包丁でもいいけども、まあ、気をつけてやってほしいなと。でこれをさばきます、割ります。変に遠慮してさ、やってもしゃあないんで、まあ、こうやって折ってね、ポキッと頭のとこ折って邪魔だから、で変に遠慮してもダメなんで、はい、よいしょ。であとはここまでいったら手で割れるんでね、こうして、まあ、多少ね種、まあ割れちゃったけども、これは仕方ない。いい匂いするな。でこれをとにかくほじくっていきます。あ、やべえ包丁の方いいかなと思ったけど、まあいけるな、いけるいける。結構このナタなのかな、ナイフなのかな、ちょっとこれ銃刀法的にどうなんだべね、わかんねえけど、まあ家で使うぐらいかな、やっぱもう山の山瀬といでも使いたいなと思うんだけどね。でひたすらこうやってね、ほじくり返して取っていきます。ちょっと飛ばします。でこれ取り終わったやつなんだけれども、まあ、さっきナタで割っちゃったやつあるんで、それはもう種としてちょっと問題なんでね、こういうの割れちゃったよね、こういうのは弾いておきます。多少は仕方ないですね。あ、これもだ、結構割ったな。まあいいや。この後の作業で多分取り除けると思うんで。で、まあまず、またね、種、いろいろとね、なんつうか、割ったっつうか、こういうのが残ってるんで、嫌な部分ね。これ残ったままだったら、カビ生えてしまって、種としてダメになるんで、洗っていきます。で、洗う時に使ってほしいのは、みかんとか、ニンニクとか入れてあるネット。ね、これに入れて、まず入れてほしいなって。思います。よいしょ。これにやればもう一個一個ゴシゴシする必要ないから、まとめてガラガラガラっと洗えちゃうんで、タゲおすすめ。これがね、よいしょ。もう一発で取れねえな。よいしょ。これで OK。で、水なんだけども、
まあせっかく今日雪降ってるんで雪取ってきました。ちょっと上にあげようか。でこれだと洗えないんで後ろでお湯沸かしてあるんで、ね、自分の手が冷たくなるんでこれでよいしょ、うんうんうん、まあまあの温度かな。うん、もう少し入れてもいいな。でこれで洗っていきたいと、お、ちょうどいいちょうどいい、うん、いきたいと思います。ちょっと角度悪いからカメラ変えるか。でこれでこれでね、よいしょ、ひたすらゴシ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 と、ね、このネットがたわし代わりになるんでこれで十分綺麗になります。この倉庫の中今 4度じゃねえや、1度か、外0度とかなんでもう寒くて寒くてね、まあそれでもなんとかちょっと温かいお湯で洗ってこんなもんかな。で今度選別します。この選別ねすごい大事で意外と知らない人多いんで、ぜひそこを参考にしてください。この後の選別作業で発芽率が 60% になった人と俺は 100% なんだけども他の人が 60% になったのね。これを話をしていきますんでちょっとまあ準備しますね。よいしょ。今水にさらして軽くゴミを取ってきました、いらない部分で。でここ本当に重要なんだけども、かぼちゃの種は水に浮いたものを使います。沈んだものじゃなくて、大抵の植物っていうか種取ったことある人だと、水に沈んだものがいいって思ってる人多いんだけども、まあ、基本そうなんだけどもね、大体沈むんだけども、なんかねかぼちゃのね種だけは水に浮いたものを使った方がいいという話で、で俺はそれを調べて知ってたから、浮いたものを毎年取ってたのね。そしたら大体発芽率 100% を達成しました。でそれを知らなかった俺の自然農法の、まあ、先生なのに知らないのかってまあまあまあ思ったりもするけれども、は沈んだのをね、まあ、勘違いでやってだったんだけども、そうすると発芽率が何もだっけ 60% ぐらいだっていう話だったんで、どうして出ねえんだろう、どうして出ねえんだろう、なんでだろう、何が悪いんだろうってね、で話してて、で俺は全部一つ話していって、最後ここの作業で水に沈んだものを使ってますよって、俺はそういう風に、まあ、記述されてたんでそういう方法でやってましたって言ったら、そこで沈んだものを使うのって、沈んだ浮いたもので浮いたものを使うのってね、何て言われたっけ、まあいいや、浮いたものを使うのかって言われて、そうですよと。なんか調べたところによると、かぼちゃの種は川の水に乗って、それで種を広めて増えていく、まあそういう性質が、性質っていうかなんかあるらしく、水に浮くものがいい種ということになってるらしいです。これもなんでなのかまでは、まあ、正直どうでもいいです。発芽率が良くなればそれでいいんで、農家としてはね、でやっていきました。そしたらやっぱその先生もね、そういう風にやったら、発芽率 100% になったと、毎度全部出たという話になって、まあ、やっぱこの方法が正しいんだなっていうことを2人でね確かめて、正式に種取りの手法としました。で大体取り終わったね。でまあ大体さ、大体かぼちゃちゃんと生育してると沈む種ってないですね、一個も沈んでないです。うん、沈んでる？まあ、沈んでないね。うん。これは中身入ってないから浮かんでるやつ。で、大体中身が入ってないやつと、中身が入ったやつの違いなんだけども、まあ、もうパッと見でね、わかると思うね。こっち白っぽいの。ね、膨らみもないんですよ。膨らみも薄くて、こっちぷくっとしてて、色味もちょっと茶色がかってる方。これを、ね、取っておいてください。このいらないやつは後で外に肥料として、これは多分発芽しないんで、こういう薄い白くてペラペラのやつは発芽しないんで、これは自然に返すと。で
こっちの種、水に浮いてた種ね、浮いてた種、これは、まあ、後でザルにあげて水を切って、室内で乾燥させますと。それで完成です。これだけです。これであとは来年春になったら、気温がちょうどいい時期になったら、ポットに土詰めて巻いてもらえば出てきます。で、これがね、乾燥終わったやつ、別のやつなんだけど、ちょっと手濡れてるとやだな。ね、乾燥するとこういう感じでね、なってきますんで、まあ、大体は乾燥すれば表面にね、でんぷん質のオブラートみたいなのがつくんで、それがね、完成したら、オブラートがついたら、こういうふうに、茶封筒にでも入れて、なんか、俺、庭のかぼちゃだから、庭かぼちゃって名前つけたんだけども、なんかね、庭さんが作ったかぼちゃみたいだけども、ね、庭かぼちゃっていう品種名にしちゃって、自分のオリジナルのかぼちゃに育てていこうかなと思います。ね、こういう感じでね、うん、取っておいてもらえれば。あとは、なんだ、温度が一定の場所で保存してもらえればいいです。まあ、一番いいのは、なんだっけ、せんべいの缶とかに入れて冷蔵庫に入れておくのが一番いいらしいですけど、うちとしては、温度変化の少ない倉庫の片隅に、まあ、引き出しに入れておいて、それでも十分来年でも芽が出てきますんで、まあ、そういう感じで保存してもらえればいいなと思います。で、最後とりあえず振り返れば簡単ですよ。ただ、ナタでも包丁でもバーンと割って種出して、みかんのネットに入れて洗って、水に浮かべて浮いてきた種、ここ一番大事ね。浮いてきた種を、取ってザルにあげて乾燥させる。それで茶封筒に入れて保管しておくと、温度変化の少ないところで。それで OK です。これだけです。なんでかぼちゃはすごく楽に取れるんで、種取りは楽なのよ、かぼちゃはね。だけどかぼちゃはね、交雑がしやすいんで、交雑ってのは他の品種との花粉がね、受粉して特徴が混ざってさ、同じかぼちゃが取れにくいっていう風になるんで、まあ、そこはちょっとまた別の技術があるんだけどね、自分で朝早く起きて、おしべを取って、めしべに受粉してしまうとか、そういうことをすれば安定して種取りができる、まあ、比較的難易度の低い品種とか野菜になるんで、もし種取りやってみたいなっていう人がいたら、かぼちゃをやってみることをおすすめします。まあ、今日はこれ以上なんで、とにかく水に浮いた種ね、これを取っておくと。これだけ間違えなければ、まあ、まず種取りは成功しますんで、ぜひやってみてほしいなと、興味がある人はね、思います。